どうも夏目くですどうもナルミです謝罪がありましてお謝罪と訂正がありまして何でたなめ言ったんだっけ最近先日お相撲さんやってるとこってどこだっけ国技館でしょ国技館の地下にうん格闘場があると言ったんですが言ってましたね焼き鳥屋の下にあるって言ったよなんかね東京ドームの間違いでした全然違うじゃねえか東京ドームの地下5階かなんかでしたあそうなんだはいうんうん 地下格闘闘技場があってそこでバキが活躍しているというううん、うんあの国技館じゃなかったですだからツイッターでそういった訂正来てましたよね訂正以来みたいなものがね訂正以来今までは来てないけどそうですね、うん、あの違うんじゃねって言われましたはいはい来てましたねあの弊社の調査によると違いましたはいはい謝罪して訂正させていただきます結構こういうこと多いのであのー、聞いてる方はおかしいと思ったら言ってください訂正しますので訂正しますので いやいやいや、どうすか最近は。こないださ、これ前多分放送で予告したと思うんですけど、うん、バスケの試合見に行ってきたんですよ、実際。<ー> B リーグ。どうでしためちゃくちゃ良かったよ。バスケの試合見るのめっちゃいい。のあのね、川崎にあるトドロケアリーナっていう場所なんですよ。うん。それは武蔵小杉駅ですかね。JR でもあるし、うん、東急東横線でもある。あのー、武蔵小杉駅からバスで10分ぐらい残すかね。 そこに行ってきて、で、その川崎のチームっていうのは、DNA がスポンサーなんですよ。だからベイスターズと一緒ですね。DNA のチーム。で、そこ見てきたんですけどね、すごい良かった、やっぱ、バスケ。へ <ー S 2> なんか前、感染しやすいスポーツ、しにくいスポーツって話してたじゃないですか。サッカーってね、目離せないし、なんかしにくいよな、みたいな。野球はダラダラ見れていいな、みたいな感じだったけど、バスケってね、そのいいとこ取りな感じがするんですよ。野球みたいに、ダラダラビール飲みながら見れるんだけど、 攻守の,の入れ替えが激しくて、ちゃんと見たらすごい楽しいし、かつ点がさ、むっちゃ入るじゃん、あれ。まあ、盛り上がるよね。盛り上がる、盛り上がる。両チーム合計で150点ぐらい入るしさ、まあ、1回に2点入るから、実際はゴールシーンって多分、多まあ、半分五十、ね、50回、60回、うん、とかなのかな。でも回、5ポ回ントもあ,るからあ、そう、3ポイントもあるし。あるから7かけぐらいだと思うけど、まあ、3、40回ってことね、うん。得点シーンが1分に2回ぐらいあるわけよ。 うん、そうするとなんかもう,なんだろう見逃しても全然いいしさちゃんと見たら楽しいしみたいなすすんごいいいすよこれはサッカーよりも点入るし野球よりもなんかキュッとコンパクトに2時間弱で見れるしみたいな感じでねとてもこれバランスのいいスポーツ観戦じゃないかなと思ったんですよねスポーツに何を求めるかだけどでもそれ毎日見に行くと疲れそう。 とか毎週見に行くと疲れそう 1> 週1ぐらい全然ありですよこれはそうなんだなんかや、うん、野球は週1でこうまあ野球は居酒屋ですからねねのんびりできるじゃんうん野球よりはちょっとちゃんと見ようかなって感じはするし、うん、でもねバスケの得点シーンとかすごい派手だしさ、うん、い,やいいですねあれね当たり前だけどみんなバスケうまいんですよ、うん、プロの選手はそうするとなんか打ったシュート全部入るんだよね すごいね、それは。ほんとすごいよ。2メートルぐらいある、センターのでかい人とかが普通にスリーポイント打ってガンガン入っちゃうからさ、うん、あもうこんなすごいレベルなんだと思って。いや、面白かったな、あれは。うんあのね、時間はね、前半20分、後半20分なんですよ。多分あの、高校のスラムダンクのやつと一緒で。うん、で、さらにその前半20分を10分、10分に区切って、うん、10分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 ってやるんだけど、その合間にね、いろんなね、なんか、ダンスのショーとか、 ちょっととした休憩も入るるのでででなんか割と息抜きできる感じですねすごい感染しやすいようにいろんなことを考えられるなと思いましたねへえんか休憩なさそうな気がするんだけどうんあの10分に1回休憩来るんですよそういう意味だと何分休憩するのそれあの前半と後半の間っていうのはすごい長くて、うん、多分10分ぐらいあるのかな、うん、でちっちゃい休憩は多分5分ぐらいあるのかな そうそう、多分そんぐらいあった気がする。ああ、5分あるならいいね、まあ。トイレ行く人もいるし、<え>ビール買う,そう,そう人もいるし。なんかバスケってそ,そういう時間がないイメージがあった。結構ね、時間作ってるよ。ああ、野球ってうまくできてて、回の切り替えでトイレ行ったりさ、ね、ビール買いに行けんじゃん。うんうんうん、ちゃんとそういう休憩の合間の時間に、スポンサーのなんか商品紹介タイムとか入ってたりとか。あそうなんだ、うん。よくできてるんですよね。でちゃんとあの野球場にもいる、ビールをプッシューって売る売り子さん。 女の子を歩いてているいるんだ全然いるんですよなんかイメージと全然違うなそうそこでクラフトビールみんな担いで売っててさ、うん、でお会計が結構ねまだプロ野球の野球場って全然現金なんだけど、うん、そこはねやっぱ DNA の本拠地だけあってペイペイで買えてうんもう現金持ってなくていいからすごい便利でしたねいやそれがいいと思うなね今時やっぱそれは当たり前だけどねやっぱねそうなってほしいですけどね、うん、あと僕ならあれかな石板で予約できてって ウーバーイーツじゃないけどさうーんあそういうのねやってる場所あるんだよねあそうなんだなんかそれやった方がいいと思うなセーブロームはそれできて席の番号を打つと持ってきてくれるっていうサービスがあります、ね、そう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 なんだもういや絶対あるよなだって席立つの、うん、いいシーン見たくて試合見に来てんのにさ席立ってビール買ってる間にいいシーン終わってたらすごい悲しいからそうねバスケとかサッカーはそういうのは絶対あった方がいいよねうんあの 一瞬この何90分のうちのハイライトはここしかないですみたいなのがねあるところは野球はいいんだよなそんなハイライトないから野球はねトイレに行ったらそこでわーっと落としてホームランかなって見に行くぐらいがねちょうどいいよねえ打った打ったっつって誰がそう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 んかそれでいいんだよねあれはねいい。カーはねそのゴールシーン絶対見ようとしたたけどまだリプレイやってるしホームランとかそう野球はそれでいいんだよねうん野球だけらしいよ日本の野球だけっつったかな テレビで最初と最後やってないスポーツってどういうことだっつって <laughs> そうだよね途中から始まって途中で終わる、うん、それでいいのか昔野球中継夜7時から9時20分ぐらいまでだったもんねそうそうそうよく G コード見捨てたわ延長してうんドラマが撮れてないとかねそうそうまあ今みんなネットで見てるからさ最初っから見てるけど昔はね、うん、テレビでつけたらもう3回表ってなかったからね、うん、知らなかったけどバスケ渋谷のチームってコートが青学でやるから酒飲んじゃダメなんだってそう,そ,うそ,うそうなんですよ 関係なくなくい本拠地青学の体育館だから飲酒禁止青学のルールなんじゃないですかやっぱそれはああ学内校内うんそうそうああなるほどねあしょうがないんだけどへえ面白いちょっとね残念だよねあれねやっぱねビール飲むとやっぱ盛り上がりますよあそうなんだなんか、うん、明治通りかあれは何通りだおーんあ,だうあの音楽でしょそう,そう,そう,そう、うん、うん あれはじじゃないんなじゃないのそうそうそうあそこの通りをあの表参道側に走ってるとたまにバスケやってて人がわちゃわちゃいるけど、うん、あ,そあそこの体育館だよねうんうん、うん、そう渋谷のチームはね青学だからダメでもう一つ東京にはチームがあってそっちはね洋域育体育館が本拠地だからそっちはビール飲めるんだって、うん、へえ面白い、うん あのー、バスケの試合は土曜日、日曜日、水曜日やってるんですよ、週に3回。へぇ、結構やってるね。まあうん、バスケはまだできそうだな、野球とかバスケは。だから、都内で仕事をしてる人は、水曜夜とかはね、うん、そのまま見に行ったりできると思うし、代々木体育館か青学の体育館行けばいいと思うんですよね。うん、あと土日は昼間にやってんのかな、割と。結構やってる回数多いから、見に行くチャンスすげー多いなと思うんですよね。へぇ<ー>。これはね、僕はまた行きたいなと思いました。ほんと楽しいよ。 行ってみたいなうん。まあ大垣の体育館とかも多分結構なちっちゃさだからさうん。その野球場に比べたらだからあの試合やってるところまですごい近いんですよ席が箱自体ちっちゃいからさだからねもう迫力すごいっすよやっぱあー近くであのでかい人見るのはいいねうん見てみたいな体育館の端っこに座ってバスケの試合見てるような感じなのでははい、はい。全然あの臨場感というのは違いましたね僕本当にバスケの試合見たことないから分かんないけどあの てー男の舞台どどんんみたいなやるのやんない。パー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 ってやるのやんないんですよ。ただ、始まる前に、応援のやり方みたいな、ちょっとしたみんなで練習しましょうみたいなやついるんですよ。スタジアム DJ みたいな人がさ、声かけてみんなでこういうふうに声かけましょうみたいな。で、拍手の練習とか、あとディフェンスの時はみんなで、ディフェンス、ディフェンスって言いましょうみたいな、やりましょうみたいな流れるし、あと、なんだろう、そのホームチームがディフェンスする時は、 うん、なんかね音響でディフェンスみたいな流れるんですよねだからルール知らなくても今ディフェンスなんだって分かるようになってるとか攻めてる時は今攻撃中みたいなことを表す拍手みたいなのがあってそれ聞いてるとあの集中しつずにスマホとか見ててもあ今攻めてんだなみたいな分かったりとかしてなんかすごい工夫されてる感じなんですよなんか分かりやすいですねすごいへえそういうのあるんだ,だどっちがボール持ってるか一瞬分かんないとかもあんまなくてまあそれぐらいすぐ分かるけど音でもちゃんと分かるようになってるっていう面白かったですね わかるバスケねうんバスケね楽しいですよチケットはどうやって取ったらいいんですか B リーグの会員になるんですよ B リーグの会員っていうのがあるの B リーグっていうサイトあるんですよバスケのリーグねそれなにあの野球でいうとパリーグの会員ですみたいなことあそうそう B リーグっていうまあ J リーグみたいなもんだねうんまあ B リーグ .jp なんかそういったサイトあるからそっち行ってうん本当に B リーグ .jp だわそうそう会員登録するとさ <laughs> ああ今後の試合の日程って書いてあるから うん、行きたい会場をクリックして「購入」ってやれば買えるんですよ、うん、へえ<ー>で大体23,000円の安い席からすごくコートに近いとあと1万5,000円ぐらいするらしいのでまあ好きなとこ行けばいいんじゃないですかねへえ成美さんは何対何を見たの僕はね宇都宮川崎ブレイブサンダースイ川崎ああはいはい横浜横浜なんだっけな BCB 何度かなんか海賊機みたいなやつだそう何て読むんだろう ココ難しいんですよ名前がうん B コルセアーみたいなやつそうそう川崎ブレイブサンダース対横浜 B コルセアーズですねはあ 2>, 2つともねあのすごい強いチームでさ、うん、その地区の1位2位争いだったんですよへえしかも同じ神奈川のチームだから神奈川ダービーという、うん、なんかご近所同士対決でさすげえ盛り上がっててでしかも試合もさ、うん、途中までね川崎が20点差つけてたんだけど 最後の5分ぐらいで同点に追いついて残り1分でも2点差3点差を行ったり来たりしてで最後の1分とかすげえ熱いんですよバスケって、うん、タイムアウトを取ったりしてこの残り1分どういう風に守るかどういう風に点取るかをやっぱ決めるんですよね、うん、でそのやり取り応酬がすごくてさ残り20秒しかないのにもう1回タイムアウトを取ってその20秒の使い方を決めたりしてだってあれじゃん あのー、三ーもさ最後なんだっけ、うん、ラスト数十秒のところでさタイムアウト取ろうとしたけど実質三井が動けてないからやんなかったんだよねっていう戦略があったじゃん、ね、そうそう戦略があるだからだってメガネ君はもう自分入るってやってたけどさ最後の数十秒で全然試合の受け変わってくるんですよあとスリーポイントみんなめっちゃ入るから<す>、うん、そりゃさあれだねうん6点ぐらい全然なんともないんですよ最後の30秒でさあじゃあビール ちょっと買いいに行ききますかでなねむしろ最後の5分ぐらいまでは全然ビール飲んで最後の5分から「よし見るぞ」でもういいっていうぐらい最後はすごい面白いあ二2月スリーポイント入れて追いついたみたいなことが起きてしまうのでよくあるもんね最後うんなんかそれでバ,バババって変わっちゃってそうそう最後のね23分とかすっげえ面白いしうーん これ初めて見ただけでも相当良かったから、うん、これ慣れてくるとより見どころ分かってくるだろうし、はい、力の生きどころというかこれはね僕はちょっとハマりそうですねバスケ観戦ああいいねうん全然バスケやんなくても楽しめるっていうのはなんか新鮮ですねなんかね野球は野球経験があるから楽しいのかなと思ったけど、うん、関係なくバスケ全然やったことないけどすごい良かったこれあれだねバスケ詳しくなると それはそれで面白いよね絶対あの、ね、選手とか詳しくなったりするとさなんかあれらしいよリビルドの裏の方で言ってたけど、うん、あのブルージャイアント聞く人が聞くと雪成がピアノ弾いてる時にあんまり入れてないドラムに対して、うん、ここだよ入れよって音でやってんだってそ,うでそれがすごい <laughs> かんのけどあそうそうわざ本当にわざとそうやってたって、えー、で大はそれをやらずに進んでったりしててそういうのが本当に、ね、だから聞く人が聞くとあ やそこで入れよ、ああ、入れないってなるんだって、すごくないそういうの分かる人は、相当楽しいだろうねそうそうそう、だからバスケもさ、あのレイアップ、そうみたいな、なんか、ちょっと分かんないあの、我々が知識ないから、例えもできないんだけど、なんか、スラムダンク見てるとさ、ブロックする人を交代するスイッチってあるじゃん。ある。ディフェンス引き出すために、明るいがかって、そう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 。あの、スイッチっていうやつが、なんだっけだよね。 三井が赤子のようにシュートだけできる赤木がブロックしてくれて桜木がリバウンドしてくれるみたいな三井についてるディフェンスの人を赤木が体でガッと止めることによってはい、はい、一瞬ね開くんだよね。三井が開くみたいなプレイがめちゃくちゃ起きてるんですよ、うん、ああれスラムダンクで見たやつじゃんっていうのが起きててでブラック外した人がスリーポイントを入れるっていうプレイがかなりの頻度で起きてて一つのパターンなんですよね、うん、だから多分スラムダンク見た人もあのプレイだっていうのが分かるのがすげえ面白い,はい、はい、そういうのね分かっ ってるとさその多分、うん、我々はあの将棋でいう王手の瞬間にわかるけど、うん、あの5手前ぐらいでさあこれはあここで多分ゴリがこうやって動いて止めるんだろうなだからこーパスするんだろうなっていうのが分かると楽しいね。うん、そうですね。うん、あのバスケの漫画で見てたプレーが実際行われるんだというあのシュート打つ人にちゃんと弾き弾くんですよね。はい、うん、たたみたいですが実際やる人がいて、はい、ああこういうことなんだって。 実際できるんだなこういうことっていうへえー面白そう面白かったあの映画「スナムランク見て面白かったって人は絶対 B リーグの試合面白いですねボックスシートみたいなのあるのあるんじゃないですかねいろんなシ,シートがあるみたいそうなんだうん10人ぐらいで見れる買えば見れるんじゃないかな横並びじゃなくてだよ横並びの席が多かった気がするなそうだよねそんなイメージだいや、うん、何かっていうとじゃあこれさあのじゃあ15人ぐらいのとか10人ぐらいの席があったらそれ2つ取ってうん、うん、裏どんぐり20人で 見に行きましょうとかやりたいけどさいい、ねうん、けどさ横1列だとさ、うん、あの端と端絶対喋れないじゃんまあ5人を3列とかなっていいのかなあーなるほどねでもそれでもさ上の列の人と下の列の人喋れないじゃんまあねそれはしょうがないんじゃないかな普通の体育館みたいなとこやるからなそうだよね,ねこの前成美さんに送ったさ、うん、セーブドームだとなんかセブンイレブンボックスみたいなのがあるでしょ、うん、あるあるボックス席があるね ーブドームはね、セブンイレブンボックス席もあるし、うん、あとお座敷の席とかあるんですよ。8人<ら>9人とか入れるね。だからそういうのだとさ、喋りながらできるじゃん,、うん。そういうのはね、野球場は結構、まあでも、まあ、バスケは違うけ、ね、ど、ね、バスケはもう集中してみろって話だな。まあそうだね。ああそう,う,うん、そ選手のベンチってさ、バスケの場合、うん、本当コートの隅っこにあるじゃないですか。コートのちょっと端っこにあるじゃん。うん、交代する人たちが座ってる場所。 ゴールのちょっと横ぐらいあったりするんだけど、もうほんとそのすぐ後ろに席が変えたりするから、見る臨場感が本当にすごいんですよ。いやー、かなりおすすめですので、皆さん行きましょう。あ、でもね、これ大事なことなんですけど、5月ぐらいで一回シーズン終わってしまいます。残念ながら。そうなんだ。また10月からリーグ戦が始まるそうなので、そう。あの、10月から5月らしいですね。バスケのシーズン。一ったんお休みに入るので、10月からまた見に行くといいんじゃないですかね。